登山ルートの点検は毎年行われているもので、今日は阿蘇地域の警察や消防、県の職員など30人が阿蘇五岳の烏帽子岳と木島岳を点検しました。このうち烏帽子岳のルートでは登山道の状態を確認し、伸びた雑草の除去作業を行いました。観光の格好でですね、軽装で、山に登られたりすると非常に危険な場合もございます。山に登る際にはですね、十分な装備と計画性を持った登山を心がけるようにお願いします。警察によりますと、阿蘇山系では過去5年間で14件の遭難事故が発生し、1人が亡くなっていて、登山の際には登山届を提出するよう呼びかけています。